皆さんはじめまして、エンターテイナー鍋と言います。このダンデラインのスタジオでは、私エンターテイナー鍋が懐かしの名作や近年発売された話題のゲームをのんびり気ままにまったりと実況していきます。昔遊んでいて懐かしいと思う方、遊んだけど残念ながら攻略を諦めてしまったという方、ロールプレイングゲームは興味があるけど経験値をお金を貯めるのが面倒だという方、僕と一緒にいろんなゲームに挑戦してみませんか。今回実況パート1ということで、まずこのチャンネルの動画の注意点をご説明させていただきます。もうこのチャンネルの動画を見たことがあり、そんな説明は面倒くさいという方は、画面に表示されている時間までスキップして本編をお楽しみください。1つ目、このチャンネルの実況動画は純粋にゲームの攻略を目指すことが目的です。一般人レベルの腕前ですので、スーパープレイには期待しないでください。2つ目、今は言葉遣いには全神経を注いでおりますが、ゲーム中の実況者は完全に素です。方言や訛りが出ることもあると思いますが、ありのままの自分であることを実況スタイルとしていこうと思ってますので、ご了承ください。3つ目、これを視聴されている段階ですでにご理解いただけているかと思いますが、ここではゲームの攻略を目指していきます。プレイする作品は発売からある程度日数が過ぎたものを選んでまいりますが、これから購入を考えている方や今まさにプレイされている方は、ネタバレが含まれることをご理解の上ご視聴ください。またゲームによっては暴力的なシーンやグロテスクな表現、青少年にはふさわしくない描写が含まれる可能性があります。動画のご視聴はくれぐれも自己責任でお願いします。それでは動画の注意点をご説明させていただいたところで、いよいよゲームの攻略を始めたいと思います。今回実況させていただくゲームはこちら。ファイナルファンタジー6、こちらをプレイしていきたいと思います。本作は1994年4月2日にスクウェア・エニックスからスーパーファミコン用ソフトとして発売されたロールプレイングゲームです。前作ファイナルファンタジー5からね、グラフィックがかなり向上しまして、スーパーファミコン用最後のファイナルファンタジーとして発売されました。で本作はですね、シリーズ史上最初の、女性主人公の作品となってますけども、厳密には、女性主人公というよりかは、これで、この作品に登場するすべてのキャラクターがですね、あくまで、そのすべてのキャラクター全員が、主人公といったような、かなりね、一人一人のその設定とか、物語がかなり深いタイトルとなっております。で登場キャラクターもかなり多くて、前作ファイナルファンタジー5みたいなジョブチェンジではなく、いろんなねこうキャラクターを組み合わせてパーティーを作ることで、進めていくような話になってますね。で、こちらですね、プレイしていくのはちょっとスマホ版なので、ちょっと操作にはね、慣れていく人もあるかもしれませんけども、お湯ちょっとゲームパッド使えるかもね、実際試してみようかと思います。今回はとりあえず、自分でね、タッチして操作してみますけども、だ今これ使ってみたらできるのかな？ちょっとやってみます。くるっとなるよ、今。はい、ちょっとやってみたんですが、ゲームパッドのセッティング方法がよくわかんなかったので、とりあえず、このままプレイしていきます。おい、ゲームパッドで操作できるようにやってみたいと思います。じゃあ、ニューゲーム。魔大戦。すべてを焼き尽くしたその戦いが終わったとき、世界から魔法という力が消え去った。そして千年、鉄、火薬、蒸気機関、人々は機械の力を使い、世界を蘇らせた。ああ、グラフィックすげえな。FF5 の分のスマホ版も結構ね、グラフィック綺麗なとびっくりしましたよ。今またここに出てしまった魔法の力を復活させ、その強大な武力によって世界を支配しようとする者がいる。ファンタジーの中にもちょっと兵器っていうものをね、
出そうっていうのをこのファイナルマトリックスの新しい世界で、人はまたその過ちを繰り返そうとしているのか。あの年か。やっぱ言ってねえ。魔対戦で氷漬けになった千年前の幻獣か。またガセじゃねえのか。うん、だがあれの使用許可が出るくらいだ。かなり確かな情報だろ。生まれながらに魔導の力を持つ娘か。魔導アーマーに乗った兵士50人をたった3分で倒したとか、恐ろしい。大丈夫、頭の飾りの力で思考は止まっているはずだ。俺たちの命令で思い通りに動く。東から回り込む、行くぞ。わあ、懐かしい。いやあ、もうとにかくのこのオープニングの感じが懐かしいなぁ。この娘を先頭に突っ込む。雑魚には構わない、行くぞ。よし、やってみよう。さて、いや結構直感的だな、操作。ゲームパッドセッティングしてるんだけどな。ちょっとやっぱ、俺のこの持ってるゲームパッドの、調子があんま良くないのかな。あ、行った。行きましたね。今、ゲームパッドで操作してます。やっぱ若干ね、操作の遅延があるので、主に、手元のね、携帯の画面を見ながら操作していくことになると思うんだけど、ちょっとこれは、どうしようかな。よいしょ、ケーブルをこっちに持ってきて、かな。
よし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 。うん。これだったら操作しやすいぞ。ちょっとこれ、携帯倒れないように、この辺にちょっと物を置いてと。よし。いいね。あ、できるできるできる。よし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 。効率的な拳銃はこの奥だ。行くぞ。オッケー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 。よし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 。あ、できるできる。よし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 。じゃあ行こう。コンフィグでなんか、設定なんか違うのかな。移動方向、8方向移動もできるんだね。バトルコマンド、タブ式。これでいいや。ABB ゲージ、これもいいでしょう。装備、これ、これね、一回すべて外しましょう。アースレジックは、戻してもらっていいや。ウィンドタイプ、おおおおおおお。ああ、まあでもデフォでいいかな。ワイド、フルワイド、うん、こっちの方がいいですね。ミュージックプレイ、ゲームパッド操作方法、これは何のことです。あ、そういうことか。これは断然こっちで。よし、いいね。では進みます。あー、懐かしい。帝国の思いにさせるか。まあね、ゲームアドバンスパートとかもやね、これやったことあるんですけどね。これ感じか。あー、なるほどね。これはいいかもしれん。本作のこの冒頭はですね、この魔導アーマーというものに乗った状態で戦闘になるんで超強いです。普通にね、武器とかで戦うんじゃなくて、この魔導アーマーのこう、ビーム砲とかね、そういう兵器で戦うので、とても強いんですけど、ビックスとウェッジは、まあ主にレーザーみたいなものを使えるんですが、このファイアビーム、サンダービーム、ブリザービームね。この女の子については、攻撃技だと回復しただけじゃなくてね、いろんな技がいっぱい使って、この魔導ミサイル威力発見だ、これ。まあ、だいたいね、どのビームでも、戦闘すぐ終わっちゃうんですけど、敵、弱すぎて。敵が弱いんじゃない、魔導アームが強すぎるんだ。あー、すげえ、宮市。あー、なるほどね。なるしは、俺たちガードが守る。ちょっと待てよ。じゃあ一回この子の力を、じゃあバイオブラスター。おこれ全体攻撃とか使えるからね。魔導アーマーの操縦に関してはこの子はね、この作品の中でもナンバーワンです。まあおいおい、まあ他のね、こうメインキャラクターの紹介もしていきます。で、まあその物語の主人公になるのがこの女の子で、まあ、ビックスとウェッジはこの、まあ、イベントでの参戦キャラクターです。よし、汗道だ。こうやってもまあ3体だからな。一発ずつ打っていこう。まあ、そもそもラグがあるとそこまで大げさにラグがあるっていうわけでもないしな。テレビ画面見ながらでも
できるか。炭鉱の守りを固めろ。おっと、バイオブラスター。あ、で、この主人公ですね、魔導アーマーの操縦技術だけじゃなくて、あとね、魔法も使えます。こうか、いいね。まあ魔導アーマーにね、ヒールフォースっていう回復技がついてるんで、まあ、戦闘中はそれで回復するけどもね、移動中それでいいでしょう。情報によれば、新たに掘った炭鉱から氷漬けの現状ができたらしい。ということは、この奥か。行きましょう。ああ、いいね。てか、すげえ綺麗になってる。すごいすごい。不思議な光が溢れている。セーブポイントの説明を聞きますか。大丈夫です。じゃあ、ここで、とりあえずセーブしましょう。中断じゃなくて。このセーブね。データは、ここまで来れる。あ、すげえ見やしい。あ、やめちゃった。間違えた。よし、もう少しだけ進みます。炭鉱にもモンスターがいる。なんか目がヘルプ出たな。よしよしよし。では。俺がやる。下がってろ。では、積みます。厳重は渡さない。イミール、行け。はい、初のボス戦。待てよ。こいつは、思い出したぜ。知ってるのか？以前、雷を食う化け物の話を聞いたことがある。殻に強力な電流を蓄えるとかいう。そうだ、殻に手を出すなよ、ベッジ。分かったぜ。というわけで、殻には攻撃をしないように、本体を攻撃していきまして、全体攻撃やっちゃうとね、殻にダメージ与えてしまうんで、魔導ミサイルで。ただね、時々引っ込んじゃうんで、そこ気をつけないと。ほら、来た。はい、引っ込みました。この時は黙って待ってましょう。もしくは回復をね、使います。よし、これ戦闘中に関しては、普通にパソコンの画面見た方がやりやすいかも。はい、来いよ。はい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 、あ、でもちゃんと殻狙わないようになってきた。あ、スロー状態にされてしまった。よし、倒した。えい、ミサイルが強いね。では、進みます。おっと？これが氷漬けの幻獣？
まあ、幻獣っていうのは、今まで、やってきたファイナルファンタジーの、まあ、召喚獣ですね。まあ、でも、FF4 でも一応幻獣って呼ばれてたんだっけかな。本作はですね、とにかく歴代ナンバーワンの召喚獣の数を誇ります。まあ、そういう風にかかってくるのはかなり後半の方で、後半でもないか、中盤の方ですけどね。おい、何か様子が変だ。何か不気味な。氷漬けになったモンスターは怪しげな光を放ち始めた。なんだこの光は。おっと、なんだウィッチ、おい、どこへ消えてしまったんだ。体が。光が消滅してしまいました。ここは、おお、操りの輪が外れたばかりだというのに、頭が痛い。無理をするな。これは操りの輪。これをつけられれば、そのものの思考は止まり、人の意のままに動くようになる。何も思い出せない。大丈夫。実感が経てば記憶も戻るはずじゃ。帝国に操られていた生まれながらに窓の力を持つ謎の少女。名前はデフォルトのままティナでいきます。私、名前はティナ。強い精神力を持っておる。ここ開けろ。窓を雨に乗ってった娘を出せ。噛みました。ここ開けるんだ。娘出せ。そいつは帝国の手先だぞ。帝国？魔導アーマー？とにかくここを出るんじゃ。わしが説明しても奴らは聞かんじゃろう。こっちじゃ。でも俺はこっちへ行きます。ですね、この辺エリクサーで、このゲームですね、ちょっと注意しなければならないところがありまして、宝箱なんですけども、前半で取るのと、終盤、序盤で取るのと終盤に取るのとでは、入手できるアイテムが違ってて、序盤で入手した宝箱は終盤の方で入手できなくなってしまうのようなものもあるので、そこはちょっと気をつけながら、宝箱は回収していきたいと思います。後に取っといた方が、いいものが取れるっていうこともあるわけですね。あそこにいるぞ。よし。では、進めていきます。ここからはね、ロボットに乗ってない状態になるんで、純粋にこのね、回復魔法や攻撃魔法、それに、武器で戦っていきます。ミスリルナイフを装備してますね。ティナはですね、戦闘に関しては、一通りバランスは整ったキャラクターですね。魔力も高いですし、戦闘だ。よしよしよし、十分倒せる。この競り上がってくるのが面白いな。
よし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 。あー、すげえ、ワクワクする。あ、セーブポイントがありました。よし、じゃあ、今回はここまでにしておきたいと思います。まあ、次回からこのような感じで、ファイナルファンタジー地区の実況プレイ頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。本作一応クリア後の、ダンジョンとかもあるんですけれども、今回はエンディングまでを、目的として攻略をしていきたいと思います。まあまあ、エンディングまででね、回収できる要素についてはなるべく片っ端回収していくつもりですので、どうかお付き合いお願いいたします。はい、ではファイナルファンタジー6実況プレイのパート1、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。